おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭よしひとです。本日の提供は、学びはあなたを飛行機よりも遠くに運んでくれる。鴨落読で人生を変える第一歩。 沖縄うろぞえカモガシラスクールオーナーの戸名キシさんとめいさんの提供でお送りいたします。沖縄裏添えを噛んでしまいましたけども、沖縄県ら添え市にね、えっ、ー、と、落読スクールをオープンしたばかりの戸名キシさんとめいさんでございます。ぜひぜひ、えっ、ー、と、こちらのスクールの方も URL 貼っておきます。チェックしてみてください。はい、今日はですね、改めて、まあ、大人が、こう、生きていてね、夢を叶えたり、 あとは仕事で成果を出したり。さらに言うと人間関係の問題をできるだけ少なくね、ストレスが少ない人生を送れるかというと、やっぱりね、コミュニケーションスキルなんだなっていうふうに思います。まあそれは僕自身が19歳でマクドナルドでアルバイトとして働き始めて、その後入社をして、25年間マクドナルドで働いている時にもうむちゃくちゃいろんな経験をして感じました。 まあ、わかりやすいところで言うと、マクドナルドって基本的に、例えば、店長になったとしますよ。で、店長の仕事って、どういうものを会社から求められ、アルバイトさんから求められ、お客様から求められてるかっていうと、コミュニケーションですね。店長がハンバーガー作るのがうまかったからって、別に会社に評価されないし、アルバイトさんに助かりましたってならないし、お客様にいいサービス提供できるかっというっできないですね。 なんでかっていうと、マクドナルドって1店舗あたり、小さなお店でスタッフ30人、大きなお店だと120人とかなんですよ。すごくないですかということは店長一人がハンバーガー作るのうまかったり、ハンバーガー売るのうまくても、仕事の成果にならないんですよ。で、例えば自分の人生の中でね、マクドナルドの社長になりたいみたいな夢持ってても、なれないんですよ。コミュニケーションスキルがないと。で、人間関係でつまずいちゃうと、 アルバイトさんが一緒になっていいお店を作ろうってならないし、もしかしたら主婦のね、お坊様に嫌われちゃったらもうどうにもならないかもしれないし、うん。だから、コミュニケーションスキルがないってことを嫌っていうほど思い知らされる修行が僕にとってはマクドナルドの25年間だったんですよね。でももちろん最初未熟だから、コミュニケーションなんて取れないんですよ。 っていうかまあ、コミュニケーションが重要だと思ってなかったかも。もうね、俺の方がお前らより、あの、知識あるよとか、俺の方がお前らよりも、なんか長時間働いてるよとか、俺の方がお前らよりハンバーガー作れるからみたいな、口には出さないけど、心の中で思ってたかもしれないですね。そんな人に、やっぱり、こう、ついてくる人いないし、協力しようっていう人いないし、 応援しててくれれるっていう人はあんま現れないですねなのでもちろんたくさん失敗したし苦労したしいっぱい傷つけてきましたでそれが嫌で嫌で何とかしたくってもがきながら現場でコミュニケーションスキルを磨いていたっていうのが僕のマクドナルドでの25年間の経験ですねもちろん完璧にはならないんですけれどもでも全ての 仕事や夢や夢人間関係がうまくいいかない原因は自分のコミュニケーションにあるんだっていうことをなんか感じるのはマクドナルドでできるようになりましたね、うん、もしかしたらコミュニケーションの課題だっていうことを認識していない人っているんじゃないかなと思っててそういう人って自分の課題に気がついてないし問題の原因に気がついてないから、まあ、やっぱ一生そこから抜け出れないんだろうなっていうふうに思います。 で僕は今コミュニケーションについてどう,うサイクルを回しとうとしているかっていうと4つのサイクルをぐるんぐるん回すことがすごく大事だなと思っています、えー、そのコミュニケーションの4つのサイクルとはまず1つ目レシーブ受信力ですねそして2つ目チョイス選択するスキルそして3番目デリバリー届け方 そして最後インスペクション検証この4つですね受信選択届け方検証これ全部スキルだと思ってるんですよこの4つのスキルが全て揃って始めて回っていって回っていくっていうのはもう繰り返し繰り返しこれを回すからだん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 研ぎ澄まされていくっていうイメージですね でとっても危険だなと思うのはこの「上流って言えばいいですかね例えば最初の受信取り違いをしちゃうともうねその後のチョイスは絶対間違える届け方なんて一生懸命頑張っても届かない検証の素材も間違えてるから検証の評価も間違えるっていうことですね。 だからすごくこの受信、受け取り方っていうところから学ぶっていうのは、むちゃくちゃ大事だと思います。皆さんの周りにもいませんかなんか、伝えたことをすぐ取り違えちゃう人。え、なんでそういう受け取り方になるのっていう人いるじゃないですか。その人ってもうね、その後全部間違えられるんですよね。うん。まあ、例えばなんだろうな。 えとまあちょっと極端な例かもしれませんけど誰かの応援をしたいとか例えば感謝を伝えたいって思ってる人いるじゃないですか。なんだけど、まあ、これ実際に僕もあったんですけど例えば僕が講演会でね全国を回ってる時に例えば、えっと、5泊7日とかでね ぐわっと1週間講演会やってる時に1回目の講演会の会場でもうカモさんの YouTube で人生救われましたってすごく感謝の気持ちを伝えたいと思っている方がですようん方が「あのこれ僕が作ったすごく体のいいものなんでぜひカモさんに」って「カモさん体大事にしてますよね」とか言って「おありがとう」みたいになって渡されたのがビニール袋に入った黒ニンニクだったんですよ しかもなんかもう1キロあるんじゃないかぐらいですねだけど僕もなんかこれもらってどうしたもんかと思ってねいらないよとも言えないしいや物はいいと思うんですよなんだけど僕その時にキャリーケースに入れちゃったんですよねあの5泊7日分の洋服の入ったもう分かりましたよね次の日から僕ニンニク臭い服しかなくなっちゃったんですよ 大変ですね。たくさんの人に会いますから、講演会やってるんで。うん、これって、なんか、たくさんの間違いがあるんだろうなと思っていて、僕は、良い情報を巻き散らすと思っているので、別に何か返してほしいと思ってないんですよね。いや、一番のお返しは、その方が僕の情報を受け取って、幸せになってくれたらもうそれでいいんですよ。うん。なんなら、その、そのレシーブの後の選択。選択で言うと、まあ、会った時に、 なんか鴨さんに出会えてよかったですで十分なんですよしかもうまく言わなくていいんですよもうもうもうたどたどしくてもいいんですよなんならどもってくれたりとかしてくれた方がああホに思ってるんだなって分かるんですよっていうのが分からない人がすごく多くてえきっとそれは僕にだけやってるんじゃなくて全ての人に同じことをやってしまっているんだと思いますなのでこの受信力を高めるということと 選択を間違えないということそして届け方のスキルを上げていくこととやっぱりいつまでたっても完成はしないんだからそれを検証するっていうフォームを身につけるためにコミュニケーションの学校という講座を作りました、まあ、これも鴨頭嘉人の集大成という今までもう数百個のねセミナーとか講座作ってきましたけどまあ過去最高の えー、時間とクオリティだって、かけた時間とね、クオリティだって自負している講座なので、えー、最後にお勧めさせていただこうと思います。まあ、僕が実際にこの、えー、講座を全5回なんですけど、作ったパワ、えーポイントのスライドのページ数、僕が使ったページ数331ページですね。とんでもない量ですね。こんなの今までなかったです。で、今回は、えー、と僕が講座をやるのはもう1回限りでできないので、オンラインでね、 動画で学んでいただくっていうスタイルをとっておりますが、これも動画で学びやすいように、配布、皆さんが受け取れるテキスト87ページ、ワークシートも含めてね、そしてワークは33個のワークができるようになっております。なんでこんなにテキストやワークが今回多いかっていうと、この受信力と選択力とデリバリー、そして検証をできるフォームを身につけてもらうためなんですよね。 えー、つまり鴨頭良志人の講座って聞くと心が熱くなってやる気高まるんですけどそれだけだとこの受信選択届け方検証この力が身につかないと思ったので確実に受けていただいた方が自分でね この4つを回せるようになるっていう、えー、もうワークを中心とした講座になっております。コミュニケーションの学校ね、3日間限りの特典、えー、がついておりますので、えー、今日が最終日、3月3日までになっておりますので、ぜひぜひ、まあ、こそうだな、仕事とか、夢とか、人間関係をね、 良くする上で悩んでる方はもう絶対にこの機会を逃さないようにしてほしいと思ってですね、改めて最後告知させていただきました。できるだけコミュニケーションの波減らしていきましょう。それでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの。いいねまあ僕の社員もこれ全員学んでるので、今、